ガンダム水星の魔女は見てますか、うん、見てましたか。それがですね、はい、まだ私忙しくて、ね、見れてなくて、まだ未着手、うん、これから、ま、となんかでも最近ちょっとここ、はい、なんだろう、まあいいことなんだとは思うんですけど、配信とかいろんな放送チャンネルがあるから、うん、その瞬間見なくていいやっていう気持ちになってしまう自分がやっぱりいる。あ、これってゲームもよくほら MMO やってて、そのなんだろう、こればっかりよく言うじゃないですか、14ばっかりやらなくてもいいんですと、他のゲームもやってくださいと、で気が向いたとか やろうかなと思った時やってもらえればいいですっていうのは、はい、現代人の生き方そのものだと思っていて、うんうんうん、とにかく身の回りに物が多い中でやっぱチョイスをしなきゃいけない、だって24時間しかないから基本的に、うん、そうですね、だからそう考えた時にいつでもやっぱり見たいものを、まとめて見れるっていう場を提供してくださっていて、いろんな配信その各社で、でそのためにその代わりお金をくださいみたいなのは、はい、ニーズにやっぱり合ってると思う、うん、ただその分だけ今すぐに慌ててでも毎週見なきゃいけないっていうモチベーションは逆に下がっちゃってるっていうのは、それはそうかも、事実だと思うんで、この辺のバランスはすごく難しい、うん、だから自分じゃまだちょっと怖くてできないけど、逆張り、はい、もう3年とか絶対配信しねえから毎週欠かさず見ろ、でもほら録画機器あってネットで公開されちゃうもあるから、なんかそう、なんかでもその辺にまた次のプレミア感みたいなののヒントはもしかしたらエンタメあるのかもなって思ってはいるけど、うん、そうですよね、テレビだって最近もうテレビはやるけど、うん、その TVer、パラビを必ずセットで押すみたいな、うん、配信で見てねみたいな、ね、いやだって珍しい、今じゃもうさ、昔は本当考えられないけどテレビでさ、はい、ディズニープラスとかネットフリックスの CM やってる、そうそうそう、競合他社なわけでしょ、だって、ね、昔は絶対排斥してたはずで、うん、まあ、排斥って言っちゃったけど、まあまあでもそうです、絶対そうだと思うんで、敵だったわけでね、だけどもうやっぱそういうところからのやっぱ広告収入っていうのも もらって共存共栄していかないといけないんだっていうところが、はい、うん、もう時代も明らかに変わったなっていう、すごい分かりやすい例かなと思います。ね、映画も昔に比べたら配信に来るの早くなりましたもんね。早くなった、板になるのも早くなったし本当に、まあでもなんか好きな作品があってすぐ板買いたい人からすると、うん、結構嬉しい、なんか待ってる間忘れちゃったりとかするんで